イカ焼き大阪のイカ焼きイカ焼きはイカを用いた日本の料理である。このイカ焼きと呼ばれる食べ物はイカを丸ごと使用して甘しょっぱい醤油味をつけて焼いた焼きイカ、イカの姿焼き、イカの丸焼きとも呼ばれる料理と大阪で生まれたとされるイカを入れた小麦粉を焼いたクレープ状の軽食料理の2種類が存在する。イカのイカ焼き焼きイカ、大阪のイカ焼きの両者とも イカを材料に用いている。日本各地で食べられており、イカを丸ごと使用し、調理中に甘い醤油の香りが漂う。足だけを使用した料理は、ゲソと呼ぶ。居酒屋のメニューに乗るなど、各種料理店で提供されているが、縁日などの屋台やバーベキューで食されることも多い。イカの姿焼きと呼ぶ地域もある漁港がある。函館市や寺泊、三河一式の名物ともされている。 調理方法綿を、ゴロと呼ぶ地方などで、胴体内に綿を入れて爪楊枝で留めてから調理する、ものは、イカのゴロ焼き、綿だけを焼いた、イカの肝焼きなどのバリエーションも存在する。味付けをした後に小麦粉をつけ、上下から圧力をかけて、薄しながら焼いた、イカの姿焼き、イカ姿焼きせんべいも存在する。調理器具焼き取り用の調理器具に、 金属製の焼き網や鉄板を乗せて使用したり、お好み焼き用の鉄板を利用する場合がある。バーベキュー用設備や家庭用電熱フライパンでも調理される。大阪のイカ焼きは小麦粉を主体とする、いわゆる粉物料理である。小麦粉の生地にイカの切り身を入れて焼き、甘辛いソースをハケトで塗る。鉄板で押し付けて焼くため、小麦粉に含まれるグルテンの作用によって、 腰の強い、もちもちした食感がある。当初は、せんべい職人のまかないとして、せんべいを焼く際に使用する鉄板を用いて焼いて、食されていたものが次第に、店頭で販売されるようになり、時期は不明だが、住吉大社境内の屋台で販売されていたとも、言われている。これが大阪において、広く知られるようになったのは、1957年に、梅田の阪神百貨店に、 イカ焼き店が出店したことがきっかけとされている。これを機に人気が出て扱う店が増え、縁日などの臨時店舗や移動車で販売されることもある。阪神百貨店梅田本店地下1階の阪神食品缶スナックパーク内のものは行列ができるほどの有名店で1日に1万枚以上の売り上げがある。さらに阪急阪神経営統合により、 博多半球など半球系列の店でも販売されるようになった。イカ焼きのチェーン店なども近畿中心に増える傾向にあり、移動販売者によるフランチャイズ本部もできている上、その味も多様化している。作り方小麦粉を水で溶き、よく練った生地にイカの切り身を入れ、数時間寝かす。その生地を熱した鉄板の上に広げ、その上に卵を割って乗せる。 店では専用の鉄板があり、上下の鉄板で押し付けて薄く平らに焼き上げる。焼き上がりにお好み焼き用の甘辛いソースを塗って食べる。家庭ではフライパンでも簡単に作れるが、押し付けて焼くことが困難なので食感が若干異なる。種類半身食品缶スナックパークで売られている。種類の名称としては以下のものがある。 大阪市内には他にも様々な具材をトッピングメニューとして採用している店舗が多数あり、キムチや千切りのキャベツ、焼きそば用のそば玉や、筋コントネギ、加熱食用の溶けるチーズやサイコロ状の餅を入れるなど、バリエーションは豊富である。通常は2つ折半月状に重ねて販売され、包装材を持ち手としてそのまま被りつくか、発泡スチロール製トレイ類などにラッピングされた場合は、 箸で食すのが大阪では一般的である。器具、機器家庭用イカ焼き器は一辺21センチメートル前後の四角い鉄板を2枚合わせ、およそ直径180ファイのイカ焼きを1枚ずつ60秒程度で加工できるが、器具の特性上、器具持ち手を支点とし、そのまま持ち上げて表裏を回転させながらガス化式や電熱式コンロなどで加熱するため、 握力と少々腕力が必要である。市販されるイカ焼きは専用の業務用イカ焼き機器で一度の加工あたり直径90ファイから180ファイのイカ焼きを2枚から6枚程度プレスする。190度から210度程度の高温に熱した厚さ9から2 3トルの鉄板を上下から同時に押し付けることにより約30秒から45秒程度の短時間で 焼き上げることが可能である。なお、業務用イカ焼き機器の特性から、複数台の機器を2から7台並列に配置することにより、狭い場所でも大量生産できる。1950年代に、シルバー食品機械が、阪神百貨店の地下スナックパーク内、通称、阪神イカ焼き店よりの開発以来により、特別注文生産機械として上下、ガス赤外線、 シュバンクバーナー仕様の7連式を導入したのが、業務用イカ焼き機器の発生歴史推移としての元祖である。しかし、機械幅があまりにも広いため、焼き上がったイカ焼きを機械の端から端まで手渡しできないため、商品移送コンベアを機械屋上部に備えた。昭和45年から60年当時は、イカ焼き購入のために行列を並ぶ客から、 そのコンベヤーが間近に見られたため、イカ焼きはコンベヤーで焼かれていると噂されたほどである。近年ではインターネットの普及により、阪神イカ焼き店厨房内もあちらこちらで画像データが公開されていることも手伝い、これらの噂は解無になった。1960年以降、阪神イカ焼きを堪能した商業ベースを望む企業家の声に応じ、シルバー食品機械は、 量産型イカ焼き機器の開発を開始。1963年、量産型イカ焼き機器として、上部赤外線、ガスバーナー仕様で、下部パイプバーナー仕様の上下熱源方式の違った二連式キャスター追加、焼き機器が誕生した。後に、シバンクバーナーユニットの価格低下と上下同熱源を使うことでの遠赤外線効果増大に伴い、イカ焼き機器は上下熱源とも、 赤外線、ガスバーナー仕様となった。1980年代に入り、大型小売店舗、フードコートやチェーン店舗方式の居酒屋店や、お好み焼き店舗などが増加の一途をたどり、蒸気電子式キャスター付けでは設置スペースが取れないという要望が多数シルバー食品機械へ寄せられたことから、新型案件機材として、上下赤外線、 ガスバーナー仕様402仕型卓上一丁式イカ焼き機器が誕生した。さらに1985年、全室居酒屋チェーン店舗より上下に突き出ている、鉄板を挟み込む鉄の棒が邪魔であるので切断してほしい、の要望に応え、上下赤外線、ガスバーナー仕様402仕型卓上一丁式、取っ手タイプイカ焼き機器が誕生した。1987年、 厨房環境のガスレス化の動きと、パートアルバイト従業員のマニュアル化増大に伴い、操作手順に熟練を要さないとの意図から、熱源に強力な赤外線、シーズヒーターを用いた、電気使用卓上一丁式イカ焼き機器が、日和電気株式会社より発売された。AB、イカ焼き。密館。2011年9月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2012年10月22日閲覧。イカ味噌姿焼きとうもろこし、イカ焼き、焼き鳥兼容器。ありがとうございます。